はい、そういったことで今回は久々のエミリアおじさんだよー。妹のフランドールです。そういったことで血のつながった妹から生ゴミを見るような目で見られつつのエースおじプレイしていきます。むしろご褒美です。存在自体が害悪。そんなことよりエースおじさんもなんだかんだでカンスとしてやっとセルフケアパークが出たんで、今回はコソドロパーク編成でチェストからアイテム根こそぎセットをしていきます。犯罪ダメ絶対。だが勘違いしないでほしい。わしはいい方のデロ棒なんで、下着しか盗まないいい方のデロ棒ですんで。人としていっちゃんクズの方のデロ棒じゃねえか。そんなことよりチェスト目の前にあっけど、隣でクロちゃん見てっから、こいつ発電機あんのに修理しないでいきなし。チェストあさりとかカスなの。こいつ私が発電機修理してんのに目の前でチェストあさり出すとかクソゴミサバじゃねえか。おめえみてえなハズレサバ、いっから脱出できねえんだよって思われるの怖いから、一旦一緒に修理してっからの。あれこれ破滅あっから、わし一旦トテム探してきますわ。わし一旦トテムだけ探し行くんで、ついでにあのチェスト先あさってっから行きますわ。勘違いしないでいい意味でやで。わしほんとチェストとか全然興味ないけど、今手ぶらだし念のためガサゴソしてっから、破滅トテム探し行くから、そういう悪い意味で取らないどいてな。そういうんじゃねえから、すごく自然な流れで完璧に周りに不快感を与えずにチェストからアイテムゲット大成功。逆に不快感しかない。しかし緑工具箱引けるとはなかなかにラッキー。チェストからレアアイテムはなかなか出ませんからね。おっと今回の鬼はデブピエロか。ここはなんとか味方助けたいものの、鬼がジャンクする可能性もあるんで慎重に。いやこれどうやら離れてってるな。ここは救助してもオッケーパティンっすね。今回はコソドロらしくしゃがみ移動ウープの都会の逃走術もつけてますんで。それとセルフケアはサバの鉄板パークっすから、ほいじゃあデビキン救助成功。しかしすでにデブピエロ戻ってきてた模様。ぬぬぬ、いつの間に。これはわしがブロックしなければ。ナイフ使ったところを先回りしてしゃがみ当選ボッから一発食らって時間稼ぎ。それでワンチャンデビキンも逃げられっかもしんねえかんね。むしろタゲがお姉様に移る可能性も。しかしどうやら追ってくる気配はないんで、一旦隠れてセルフケアを手当て。そしてまさかの隠れたとこに破滅トーテムあるラッキーパターン。しかしここは先を手当てしとかんと、鬼来たらヤバみなんで手が離せない。とそこへ偶然にも発電機修理来たクロちゃんと遭遇。ちょっとすまそクロちゃん、わしを手当てしてもらえませんかね。優しきクローデットはダッシュで破滅とてむし。あ、なるほどなるほど、そっちのパティンね。やっぱ二つの作業同時進行した方が効率いいしね。わしもそんな大した怪我でもなかったですからね。でもわし先に手当てした方が鬼来た時安全に逃げれるんだけどな。さっき発電機無視してチェストあさってたやつが完全に言いがかりじゃねえか。ということで破滅とてむも無事壊したんで、この後チェストあさり事故中やろうととてむもギポイントを大事やろうで仲良く発電機修理しました。やっぱサバは助け合いが大事。その後発電機1台残しでサバたちとデブピエロのフック救助攻防戦に展開。やっぱ発電機残り1台ってのと、クラウンはチェイス素材特化鬼なんでキャンプ気味の展開でサバ1人助けられずの結果。まあこれは致し方なしな部分はありますよね。ゲート通電も近い状態でサバ4人相手だとキャンプなしなんて言ってらんねえ状況ですから。結構救助行って他のサバも釣られてたんで、これは意外と厳しい展開かもですよ。とりま緑工具箱の力で5台目無事修理するも、3度目のフックでお一人様商店で残りサバ2人。やばい。ここはゲートオープンしてるとこ見っかるとかなり辛そうなんで慎重に行きましょう。デブピエロ相手にチェイス入るとかなり不利なんで、見つからないのが大事。おっとゲート見に行きましたね。ほんじゃここはいつものロッカー引きこもり作戦で。こいつロッカーすっけな。うわゲート開け、行ったデビキンワンパンでやられてますよ。ここに来てのノーアン持ちはかなり辛いっすね。とりまゲート開けてっからフック救助の順やね。とはいえノーアンのトテムも破壊しないと不利なんで、難易度はかなり高め。泣き言言ってらんねえぜ。まずはこのゲートサクッとオープンしてっから、トテム探すか救助行くか話はそれからだ。もう考えなくてよくなりました。こいつの PS では初めっから積んでたんやなって。やだやだやだ、死にたくなよ。脱出してブラッドポイトン稼ぎ対応。わしだけでも見逃してもらえんもんかの。決死のもがきも虚しくあっさり復帰されるエースおじ。さらにこのタイミングでデビキンも焦点確定へ。いや無駄だ、デビキンはまだ完全焦点まで演出中のはず。ここで 4% の自力脱出にかけるのがギャンブラー。うお、抜けた。母見たか、これがエースおじのゴール。だ、ダメ。そが。結局運を無駄に使ったということで、これはしゃあなしっすね。お姉様諦めましょう。なんとかなりませんか。わし 4% の自力脱出引き当てたんすよー。なんとかなりませんかねー。おっと、これはまさかの。やったじゃん、これはやさおに密発動ではないですか。やったじゃん。さすがに自力脱出成功を不憫に思ったのか、ここでまさかので
ブピエロ2機の運上こういうクズを甘やかすのは良くないですよ。やっぱさすがにね、4パー引き当てたサバをそのまま乗っかい吊るすとかファンタジスタデブピエロがそんな空気読めないことするわけないですよね。そのままクラウン2機スピードワゴン並みにクールに去ってゲートオープン。こういうのあっからこのゲームやめらんねえぜアザマス。空気読める鬼素敵です。ということでまたなんかありましたら。